アルが向こうから会いに来たのは、僕らの存在はこんなにも単純だと笑いに来たんだ。耳を塞いでも両手をすり抜ける真実に惑うよ。細い体のどこに力を入れて立てばいい。愛を愛をこの星の薄の霧の一つが、また出てゆくのだ。ベッドの下の輪郭のない気配に思い抱くときは、心などなくて何もかも壊してしまう激しさだけ。静かしきれる季節も選べないというのなら、